坂栄養食品株式会社は札幌市西区24県にある菓子メーカーである社団法人全国ビスケット協会加盟店。1911年4月4日に市別市で創業した澱粉工場が前身で、1955年頃に本社工場を現在地に移転し今日に至っている。工場には売店が設けられているほか かつてはレストランも併設されていたが、現在はレトロスペース坂会館として古い生活雑貨などを保存・展示する施設博物館となっている。館長の坂和隆は、鈴木京一の著書、陳日本ーデン》にて紹介されたこともあり、北海道では著名なチンスポットとなっている。主力商品はビスケットで、北海道では坂ビスケットの名で知られている。 abcd 塚田俊信。街歩きのすすめ、お菓子編、酒ビスケット。朝日新聞。オリジナルの2013年6月2日、時点におけるアーカイブ。https web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20130602052320スラッシュ http www. 朝日 .com エリア、北海道。 アーティクルズ、MTW2K120 兆8170億1097万2、HTML2015 年10月12日閲覧。坂正俊市四十九日死去。日本食料新聞。HTTPS、ニュース、日食 COJP、ニュース、長島 2K120 兆3210億1520万22672021年3月20日。 閲覧、ありがとうございます。